はい、こんにちは、なたかおです。本日はですね、まあ、ちょっと今年の初めから継続でね、契約して使っていたコボ、スマートフォンの通信サービスの一つですが、 KDDI の、まあ、系列でやっているポボ、これをね、まあ、半年ちょい、割とね、長期と言えると思いますが、使ってみたので、そのあたりの感想というか、まあ、使っていて思ったこと等を淡々とね、お話ししていこうと思います。はい、まあ、実際にもう、ポボをね、使ったことがある人だったり、特に通信サービスの変更とかは考えてないという方にとってはね、どうでもいいお話だと思うんですが、なんとなく、他社のものも気になっていてとか、まあそろそろ秋とかさ、そういうのもあると思いますし、もちろん他にも安くしたいとかね、そういったような理由で他の通信サービスも試してみたいなって思っていた方には、まあ多少なりとも参考になるかもなというふうに思いますと。で、結論、はい、先に言っておくと、ポボはですね、もう分かりきってることではありますが、ご自身でね、通信のまあ量というか、頻度、そういったものをちゃんと把握して臨機応変に対応できる方にとっては、ポボはかなりいいサービスかなというふうには思います。そうではなく、割とズボラだよっていう、そんな方にとっては、そうだな、まあ今だとね、どんどんと契約者が増えていて上り調子にはなってきていますが、安く済ませるんだったらというところでは楽天がありますし、まあその他にソフトバンクとか、通信のそのダウンロードスピードとかね、そこら辺含めていいサービスはあるので、ズボラな人はね、そんな2社のものがいいのかなっていうふうに思いますが、しっかりと把握してセッティングをしていける人にとっては、ポボは安く済ませながら快適な通信生活が送れるかなと。実際にどんな方がいいのかというところですが、そんなに毎日めちゃめちゃ通信、モバイル通信をしない人ですね、そういった方がまあいいかなっていうところで、家と、まあ、職場で、その間の通勤時間、通学時間っていうのが短ければ短いほどよくって、基本的には会社とか家とかで通信する方が多い、まあ、もしくはそっちで通信することに触れるというか、そういう方だとめちゃめちゃ安く済ませられるよねっていうところですね。なんせこのポボっていうのは基本料金0円で、まあモバイル通信を使いますっていうところを、課金することで可能にできると。まあもちろんその電話で通話するっていうのはありますけども、基本通信に関してはそんな感じですと。で、1ヶ月あたりね、通信しつつの一番安くっていう風になると、30日間で3ギガ990円っていうのができるわけですよ。ただね、ここに関しては他のサービスとのあれもあるので、まあもっといけるよねっていうのは中にはあるから、なんとも言えないとこではありますが、 KDDI のこの通信網をっていう前提を持って考えた時には、まあ安めだよねというふうには思いますと。で、ここさえもさらになくすことができるのが、まあそもそもで基本料金0円っていうとこなんですよ。で、基本料金0円の場合、全くモバイル通信ができないのかっていうと、そうでもなくって、一応 128kbps の通信はできるというふうにはなってますと。で、私ね、実際にこの無課金状態での通信スピードも測りましたと。で、それがこちらです。一応ね、 5G にはつながってはおりますが、 0.21 メガ BPS と、
というところで、でアップロードに関してもほぼほぼ動いてないと言っても過言ではないくらいのスピードですと。こんなもんなんで、まあ SNS のチェックなんてのもあんまり、まあ、スムーズにはできません。時間がかかります。 LINE のね、送信とか受信に関しても、まあ、やっぱスムーズではありませんね。そんな感じなので、0円でもちろん済ませばできるんですけど、この無課金状態で外に持ち歩くっていうのはストレスがたまるのでおすすめはできない。で、本当に安くする場合、この限りなく0円で済ませる場合、限りなく0円っていうのはある一定期間でこのデータ通信とかの追加をしないと解約させられるので、数ヶ月に1回はね、何かしら課金しないといけないんですよ。そういう意味でのね、限りなく0円っていうところがありますが、限りなく0円に済ませる場合は、家とか会社とかで、まあスマートフォンに、その、通勤中に楽しむためのものをダウンロードして、まあスマートフォンに入れておくみたいな、まあせこいっちゃせこいんだけど、そういうことをしておけば通勤中もまあそんなになんか暇なこともないのかなっていう感じができますが、っていうとこですかね。で、逆にですね、データ追加をした状態での通信スピード、もちろんね、これに関しては地域性だったり時間帯によっても変動しますけども、私が都心で使っているというところでは、一度ね、データ追加をすると、もう即座に通信がつながるようになります。数秒でもうね、その適用されて、だいたいダウンロードスピードでも数十メガは普通にコンスタントに出ていての、まあアップロードがね、多少弱いかなっていう、これは KDDI が、まあその前からね、メインで私使ってますけども、それと同じぐらいになるというところですかね。まあ、なので、なんか、動画の配信とかで、これを使うってなるとちょっと厳しいけど、動画の視聴とかね、ゲームをプレイする、またはその、ま、ゲームアプリをダウンロードするとか、そういうところでは、ま、全然使えるスピード感かなっていうところです。で、私は、まあ、基本的にはね、ちょっとせこい使い方をしつつ、ちょいちょいデータ使い放題、24時間で330円っていうのを月に何度か使うとか、そんな感じでやってますと。で、こういうのが結構、まあ、7日間、1週間でデータ追加1ギガとか、30日で3ギガ990円とか、まあ最近だとですね、ちょっとこの連休、夏休み期間みたいな感じで、ちょっと面白いね、トッピングも、まあ限定で出ていて、例えば、小旅行で言えば、3日間データ使い放題で790円とか、もうちょっと長めのね、まあキャンプとか、連泊しますっていう場合には、1週間、7日間で、データ使い放題で1800円とかっていうのもやっていたりするので、まあシーズンごとに臨機応変にポボ側がトッピングをですね、キャンペーンとして出してくれるので、こういったものも考えながら自分の生活に当てはめて使っていくと、相当ね、安いながらも快適な通信サービス使えるなっていうふうには思います。あとはですね、最近結構長期間でやってるのが、ローソンとの提携でお買い物券がついたデータセットとか、あと最近だと DMM ポイントがくっついてるデータトッピングとか、そういうのも出てきていたし、ここ数年アウトドアなんかが人気ですけども、そういったところで山小屋 Wi-Fi チケットっていうものとの、まあ、連携というか、プラスされたデータチケットなんかも出てきていて、結構ね、面白いものがあったりしますと。本当に、自分が、この月とか、この1週間、どういう風にデータ通信使うのかっていうのが、把握できて、それを、まあ、トッピングでどういう風に、こう、工夫すればいけるかっていうのが、まあ、こまめにね、セッティングできる人は、本当に、
いいなっていうサービスですね。まあ、今回別にポボからね、お金もらったりしてないので、めちゃめちゃバカ正直に言うと、とはいえね、そうやって、しっかりと自分の使い方、もしくはこれをね、家族に使わせるのであれば、家族分も把握して、まあ、流動的にトッピングとかを変えていくっていうのができれば、安く快適に使っていけるんだけど、それができない場合はもう楽天ポーンとか契約しちゃうとか、ソフトバンクバーンってやっちゃうっていう方がスピード感のあるデータ通信をしつつ使い放題でっていうのができちゃうよねとは思います。はい。まあ差といっても本当にそうなってくると、例えば楽天であれば3000円ぐらいでねデータ通信し放題になるんで、そういう意味ではね、こまめに寄り添ったプランニングをすれば、ポボの方が安くできることの方が多いんだけど、まあ、どういう風に天秤にかけるかっていうところですよね、そこはね。めんどくさいからもう3000円払うのでいいわってなっちゃうか、本当にもう、できる限り安くしつつ、でもエンタメもちゃんと楽しみたいんだよねっていう風にしていくのか。うん。ただし、ちょっとね、どうかなって思うところもなきにしもあらずで、トッピングでデータ量、通信し放題も含めて、そうやって契約するんだけど、もうすぐで終わりますよっていう通知がないのがちょっと不満なんですよ。で、例えば24時間のデータ通信し放題であれば、前の日の契約した時間ぐらいで大体それが切れて、さっき見せたようなダウンロードスピード超低速になっちゃうわけです。で、そうなってから例えばもう一回契約するってなると、いくらねポボのアプリからやってて、ポボがねそこ最適化してくれてても、数分かかっちゃうんですよ。要はそのトッピングの契約画面の読み込みにね、契約してしまえば数秒でもう切り替わって快適にはなるんだけど、総合計すると数分かかって、そこが若干イライラするんですよね。これね、まあわがままなところなんだけども、イライラしちゃうっていうのは正直本当そうで、正直な気持ちなんですが、なので、例えばね、あと10分で切れますよとかっていうのを通知してくれないかなっていうのをね、毎回思うの。気づいたら切れてるっていうのが多いから。だからそこをね、なんか、せっかく俺はね、ポボのアプリをね、通知オンにしてたりするんで、そういうお知らせしてくんねえかなっていうのは思ったりするんだけど、で、あとはちょっと気になるのは、私はあんまり使わないんだけど、俯瞰して見ていてちょっと気になるのは、そのコンテンツトッピングが結構弱いよなっていうのは正直思うところで、ダゾーンはまだやってるんだけど、スマッシュは終わったんですよね。で、まあ世の中には他にね、そのコンテンツっていう呼ばれるもの、エンタメコンテンツっていっぱいあって、そことの提携というか連携っていうのがほとんどないなっていうのが正直なところなんですよ。KDDI というバックのカバーがあるにもかかわらず全然進まねえなって思っていて、要は KDDI 本体はテレサとかやったりしてるわけじゃないですか。そういうのもあるのに全然こういうの追加されないなっていうふうに思っていたんで、そこってどうなってんのかなっていうのは思うところですね。まあ別にテレサじゃなくてもいいんだけどね、アマゾンネットフリ系なんかも KDDI はデータ通信し放題のものと合わせ技をやったりしてたからさ、もちろんねそれと似た感じになってしまって差別化がみたいな風にも思われるかもしれないけど、コンテンツトッピングがダゾーンだけってのもなーっていうのはねやっぱ思うんだよね。あとはちょっとこう意識高い系の人たち向けにさ、ほらニュースピックスのあの動画とかもあったりするし、まあアベプラなのか、なんかそういうところとポッとやってしまうっていうのはできないものかしらっていうね。ローソンとかさ、そういうこう何かとこう物として得るものとの連携っていうのはちょこちょこねこう動きもありつつやってるのは見てるんだけど、
もちろんそういうエンタメ系っていうのも水物というか流行りがあったりするので、例えばそのアベマであったりニュースピックスとかでも中で登壇してるというか MC の人たちの人気とか流行りとかってもあったりするし、時事的なものだったら余計ねあったりするんで、なかなかその読みづらいところもあるのかもしれないんですけど、あとはねそういう、こう細かなトッピングプランっていうのを用意されてるので、ある意味親御さんとかその回線主からすると、渡す回線の管理っていうのはしやすいかもしれません。まあそもそもでスマートフォンの、まあ、このポボアプリからの購入っていう風になるんだけど、それをペアリングコントロールしてしまえば勝手に購入っていうのもできないでしょうから、まあお子さんなのか、まあ、あるいはそのご高齢な親御さんへ渡すっていうのでもね、間違えて購入してしまうっていうことも減らせるんで、とはいえ通信はしっかりできる、こっちからのその連絡はしっかりできるしっていうのはねできるから、そういう管理が苦じゃない人にとってはそういうご家族の通信の、まあ管理計画っていうのはやりやすいものでもあるのかなっていうふうに思いました。まあもちろんこれはもっとそのクライアントの方での、各その枝分かれした回線を管理するとか、そういった方のもっとこう機能拡張というかそこら辺ができてもいいよなっていうふうに思いますが、まあ半年ちょい使ってみてのポポに対してのイメージはそんな感じかな。私自身は使っていて何も苦でないところの方が多いので、もうちょっと使ってみようかなっていうふうには思いますが、逆にね今ね楽天なんかもね契約はしてるんですけど、楽天もねだいぶいいんですよね。始まった当初はねもちろんその KDDI の回線を使っレンタルしていたところから使ってましたけども、そこから紆余曲折ありの最近は 5G も走らせてっていうところで、まあ無事にですね私の行動範囲も楽天の 5G が入る地域になっていて、特にねアップロードが快適なので、動画をねこうやってその配信したりする人にとってはめちゃめちゃいいんですよ、モバイル通信の中ではね。もちろん固定回線にはかなわない部分が大いにあるんですが、外を突き歩く時のものとしてはだいぶいいので、なのでこうやってポボだったり楽天だったり安くできる、安く楽しんでいけるサービスでも品質がものすごく良くなってきてるんで、まあ使っていて楽しいなっていうところは大いに感じているところですね。はい。っていうところで結構まあ淡々と話してしまいましたけども、ポボをね半年ちょい使った感想をお話ししました。はい、また何かありましたら動画でね報告したいなというふうに思います。ということでまた見てな、バイバイ。